はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、ノーマズスカイやっていきたいと思いますけどもね。ですね、前回の続きということで、これですよね、ゲックの、ゲックのね、お使いの、なんかグダグダなったんですけども、1個目が終わってね、2個目を、契約をね、取ってきたんだけども、実際にね、実行してってことですね。これをやって、2個目を完了して、で、話を聞きに行くっていうところからですね。はい。それからやっていきたいと思います。じゃあね、今回これですね。データ豊富な回収物ということで、惑星の生物をね、追跡し、スキャンせよということになっておりますね。うん。あとですね、あれですよね、このね、なんかスロット数の話なんですけど、これね、面白いことが起きてて、これ今ね、エクソスーツですよね。で、エクソスーツ確か前回のところでね、この3、縦3開けて、横10開けましたって言ったじゃないですか。なんですけどね、これね、ほら、スクロール今できるようになってるでしょ?これね、ちょっとわかるかな?こうすればわかるか。うん。でね、これおかしなことが起きてて、これもう一列空いてるんですよ。で、今もう一列空いてるって言い方をしたのは、これ自分で開けてないんですよね。うん。先日の、前回のね、動画を投稿した日にですね、その日にまたね、アップデートが入ってたんだけども、その後開いたら、これがね、一列ね、勝手に増えてました。これ何なんですかね?うん。プレゼントでくれたってことですかね?わかんないですけど。で、宇宙船も同じことが起きてて、確か前回の動画では、あと6マスしかないよって話してましたよね。で、これもほら、スクロールになってて、ここにね、4つね、プラスでもらってます。で、こっちは、確かね、なんか、ログを見たら、なんすかね、なんかね、テクノロジースロットのなんか、どっかがどうこうかが、なんかね、スペシャル、なんていうのかな、スペシャルスロットみたいな感じで、性能アップがどうのこうのって、なんか、そんなのはちらっと見たような覚えがあるんですよ。正しくはわかんないですよ。適当言ってますからね。はい。なんだけど、これもね、4つ、勝手にね、なんかもらってて、こっちなんか1列もらってるんですよね。これよくわかんない。で、積み荷の方はね、何も変わってない。これ増えてない。うん。まあ、積み荷100のままですね。宇宙船の方はまあわかんないですけどね、まだね。はい。まあ、これよくわからないんですが、とにかくね、1列余分にもらえたので、ありがとうということでね。ここにまた、もう今ね、ちょっと拠点に全部置いてきちゃったんで、拠点取りに、もし帰ることがあったらね、またここにはめていきたいと思います。はい。宇宙船も、もらっちゃったな。よし。まあいいや。とにかく今回はね、ちょっとミッションの方やっていきたいと思いますね。はい。来ました。あったあった。これですね。よし。行きまーす。はい。やってきました。焼けつく暑さってなってますね。すごいね、ほら。もやもやもやってなってる。猛暑の土地。おー。あ、ほんとだ。118.7 度。あ、今、嵐状態になってるってことですね。エクストリームになってる。え、ちょっとあんまりゆっくりしてられないんじゃない?待って。で、何するんだ?固有生命体のスキャン。っていうことですね。よしよし、わかった。じゃあやっていこうっと。よっしゃー、スキャン終わりました。いやー、しかしこれすごいですね。すごいとこだな。だってこれ 116.9 度ってもう沸騰してますよね。こりゃ過酷だ。ちょっとでもなんかいろいろ見て回りたいっちゃ見て回りたいけどね。夜間の温度でもこれなんだよね。すごいな。今ね、シールドを使ってるから、ちょっとね、特別なやつね。だから、まあ、結構今いいんだけど、いや、にしてもすごいね。もう地獄だ。っていうか、よく生きてるね、この生物がね。この暑い中。うわー、すごい。これ、なんだ、ちょっと見に行ってみるか。うわー、燃えてる。これってエフェクトだけなのかな?あ、やべ。あ、ダメージ受けるんだ。すごいね。初めて見た、こんなの。限界突破。よし、じゃあまあ戻るか。
じゃあミッション報告する。よし、ゲックンとこ戻るか。さあ来ましたね。いいっすね、ゲックの地図制作者と話すってなってるから。あ、来ました来ました。よし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 、いいよ。ああ、俺を儲けさせてくれたのはお前。あ、なんか良かったみたいね。たくさんの契約をまとめてきた。よしよしよし。大抵の連中は武器と恐れで戦争を行う。うん、だが力というのは強さだけではない、取引であり。ああ、まあそうかな、そういうなんかね、知的な部分もってことか、情報とかね。うん、歴史について聞いてみたいですよね。いやー、どっちしよっかな、これ両方聞きたいんだけどな。始まりの民について聞いてみるか。うん、これだ。かつて銀河を破壊し、コーバックス族を奴隷にしたゲックの帝国のことだ。ん？ちょっと待って。ゲックはコーバックスを奴隷にしたんだ。友よ、バイキーンの戦士と話していたのだな。心配するな。万事うまくいっている。すべては安らかだ。この三角関係がね、質問を繰り返すってなんだ。友よ、なぜこだわる。今のゲックは昔とは違う。ゲックには悪意も敵意もない。もうじゃあ過去のことは水に流してるってことかな。どう変わったのか尋ねる。なぜ気にするって、えらいそういうツッコミが多いな。ゲックは私の質問に困惑したらしく、なぜ気にするかと聞いてきた。過去に自分の種族に起きたことを話したくないのは明らかだ。あ、そういうことか。確かにね。まあ、歴史ってそういうものですよね。その昔、その当時、まあ、いろいろあったにしても、その世代と、今を生きる世代とは、まあ、違うわけじゃないですか。うん。で、もちろんね、そういう歴史についてね、自分たちの種族の歴史について知ることは大事だし、知ってなきゃいけないし、受け止めなきゃいけないんだけども、でも多分この今喋ってる人の感覚では、まあそれはそうなんだけど、自分たちは今はもう気にしてないよみたいな言い方をしてるのかな。ね、我々のリアルな世界でも通じるような感覚ですよね、これってね。どうしよっかな。アトラスについて尋ねるか。16、コーバックスケアというってなんだ？コーバックスケアって知らないもんな。まだこんな初めて出てきたもんな。アトラス、聞いてみるか。見えないのか。終わってなどいない。え？話すにつれてゲックの顔は引きつり始める。アバッタリー、フェルモン、ちょっと待って、呼吸をする、抵抗、なんだ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 、どういうことだ、どういうことだ、なんかやられてんのか。呼吸をする。ゲックは変わってなどいなかった。我々の魂を侵略したんだ。やっぱ怒ってるじゃん、やっぱり。出た。また言葉で、文字で、あれですね。説明ですね。私はゲックの故郷バラロンにいた。始まりの民の帝国の中央に立ち、遥か昔に起こった出来事を見ている。あ、いいじゃん、いいじゃん。隣には彼が立ち、私が目にするものを見ている。その方を涙が伝う。奴隷にされたコーバックスがゲックの繁殖プールから繁殖プールへと移動し、その度にスーツに切れ込みが入る。この時私はようやく上がった。ゲックの衰退、アトラスへのキー、コーバックスの解放、どれも食材などではなかった。革命だったのだ。何百ものコーバックスが自身の不死を犠牲にして生まれる前のゲックにナノマシンクラスターを仕込んでいた。生まれる前のゲックにナノマシンクラスターを仕込んでいた。なるほど。ゲックは改心していない。コーバックスになったのだ。え？奴隷がゲックの脳を変え。当然の報い。ゲックは間もなく自由になるという。私の言葉に動揺した。旅行者は批判しないでほしい。先祖が変えられたこと、自分で両親を見つけられなかったこと、どれも我々とは、ほらね、やっぱりさっき言った通りでしょ。どれも我々とは関係ない。いやー。
すごいよね。脳の変換とか遺伝子情報の変更だってそういうことをしたってことか。アルテミスの魂のための天国。深い。深すぎる話が。結局割り食ったのは誰だったかって話だよね。だけどゲックはもう怒ってなかったもんね。コーワックスもバイキーもあいつらがどうのがあってその話を聞いてるね。その今のその昔じゃなくて今の目の前のね話を聞いてた人たちが今なおですね、あの種族があいつらがって怒ったんだけど、今のゲックはもうなんとかかんとかだって言ってたよね。そういうとこはちょっと違うかもしれないね。さあ、で、次来ましたね。メインミッション変わっちゃったよ。ポータルネットワークの習得ってなんか全然今までと違う。16分の16っていうこのなんか、違うのに来ちゃいましたね。新しいの始まったね、またね。ゲックはおそらく何の気なしに種族の恐ろしい過去を明かしてくれた。だよね。まあ、過去にあった、えげつないことをね、さらっと教えてくれたと。この銀河を支配しようと、他の種族に対して働いた罪深い行為のこと。なんかだからその洗脳というかなんか改造みたいなことしちゃったってことですよね。で、ゲックは本質そのものをコーバックスに変えられたのだ。つまり今のゲックは人工的に作られた種族なのだろうか。こうならないで済む。あ、そういうことっていうことか。ちょっと待って、逆か。逆かもしんない。待って、逆かもしんない。なんで今のゲックが穏やかに なんか別に怒ってないよって言ってるかって言ったら、そういう風に穏やかになるように改造されたってことか。コーバックスに。そういうこと、そうとも読める?そう読むべき?でも過去のこと知ってましたよね。しかも自分たちがこういう風にされたってことも語ってたから、そこはちょっと消せないな。もしあれだったら、完全にその記憶も全部消しちゃえばいいのにね。まあ、記憶とかそういう部分じゃなくてね、考え方っていうところを、その、何か、改造されたっていうことなのかな。ね、まあ、とにかく、今のゲックは人工的に作られた種族なのだろうか。こうならないで済む方法はなかったのか。まあ、こうならないでっていうふうに言ってるってことは、まあ、そういうことですよね。そうなっちゃったってことだよね。で、ナルドのとこに伝えると。ゲックもコーバックスもバイキンも全ての種族が隠された過去を明かしたホロターミナスを見つけたらなるにこのことを伝えようと。いうことですね。ですね。ちょっと難しいな、話が。はい。まあ、そんなことでございました。よし、じゃあね、今回ここまでにしたいと思います。じゃあね、次回はですね、まあ、今出てるようにね。ホロターミナスで、まあ、ナルに話をして、そしたら、それを聞いたナルから、また何か多分ね、じゃあ次はこうだ、ああだっていう風に多分なると思うんでね、またじゃあ順番にそうやって進んでいきたいと思います。まあ、いちいちあれですよね、表現のね、そのいちいち、その文言一つ一つがね、言い回しが難しいっていうのもあるし、そうだよな。まあ、あとね、ちょっと話の全体の背景もね、やっぱりちょっとまだいまいちよく分かってない。分かってないながらやってるんですけどね。なんですけど、はい。まあ、ちょっとやっていきたいと思います。難しいな、お話。はい。というわけでございましてね。じゃあまた、続きは次回ということで、次回の動画で、お会いしましょう。